ナンバーアンダーラインアイマックフライポテトが止まらない理由中毒性と脳科学の秘密を公開マックポテトは本の食文化にどう溶け込んだのか家庭の味と外食の楽しみの融合マクドナルドが提供するマックフライポテトの魅力は単なるスナックとしての枠を超え私たちの日常生活に深く根ざした存在となっていますなぜ 私たちはこのシンプルなポテトにこれほどまでに心を奪われるのでしょうか。その背景には、巧みなマーケティング、心理的要因、そして文化的な影響が複雑に絡み合っています。まず第一に、マクドナルドのポテトが人々を魅了する理由の一つに、その独特な食感と味わいがあります。外はカリッと、中はホクホクとした絶妙な食感は、他では味わえない特別な体験を提供しています。 さらに、塩加減が絶妙で、一口食べるごとに手が止まらなくなる、そんな中毒性を持っています。この、止められない感覚は、食べ物が私たちの脳に与える快感と深く関連しています。ポテトに含まれる脂肪と塩分が、脳内で快楽物質であるドーパミンの分泌を促進し、私たちはそれを無意識のうちに求め続けるのです。この CM の成功に見るマクドナルドの戦略は、 単に商品を売るだけでなく、消費者との感情的なつながりを築くことに重きを置いている点が特筆される。特に、平野翔、神宮寺勇太、岸勇太の三人を起用したことで、彼らの持つ、可愛いや、楽しさというイメージが CM 全体を彩り、視聴者の心に深く浸透している。彼らがマックフライポテトを手にして微笑む瞬間、その光景はただの宣伝を超え、 視聴者に幸福感や親しみを感じさせる力を持っている。これを実現するためには、単にタレントを起用するだけでは不十分だ。彼らが持つイメージと、商品が持つブランド価値との間に強いシナジーがなければならない。今回の CM では、平野、神宮寺、騎士が持つ明るく無邪気なキャラクターが、マクドナルドの手軽で楽しい食事というメッセージと見事に一致している。これにより、 視聴者は彼らが実際にマックフライポテトを楽しんでいる様子に共感し、自分もその体験を共有したいと感じるようになる。次に、マクドナルドのポテトは、単なるファーストフードの一品ではなく、私たちの生活や文化に溶け込んでいます。特に日本においては、マクドナルドは、特別な場所としての地位を築いており、その中で提供されるポテトは、家族や友人との時間を象徴する存在となっています。 子供の頃に家族と一緒に訪れたマクドナルドの思い出や、友人と深夜に集まってポテトを食べながら語り合った時間など、マクドナルドのポテトは私たちの人生の様々な場面に登場し、その瞬間を彩ってきました。こうした思い出が、ポテトを食べるたびによみがえり、私たちにとって特別な存在として残り続けるのです。また、マクドナルドは定期的にキャンペーンを行い、 その都度、多くの人々がポテトを手にすることになります。例えば、アイラブポテトキャンペーンでは、ポテトミリリットルサイズが特別価格で提供され、多くの人々がこの機械を利用してお気に入りのポテトを楽しんでいます。こうしたキャンペーンは、単に価格を引き下げるだけでなく、消費者との感情的なつながりを強化する役割を果たしています。特別価格というお得感に加え、限定期間という要素が加わることで、 消費者は、今しかないという心理にかられ、ポテトを購入する動機が強化されるのです。さらに、マクドナルドのポテトが持つ社会的な側面も見逃せません。現代社会において、食べ物は単なる栄養補給手段としての役割を超え、コミュニケーションの一環として機能しています。SNS 上では、マクドナルドのポテトを手にした写真が多くシェアされ、その写真につけられたハッシュタグ、ハッシュタグアイラブポテトは、 多くの共共感と共鳴を呼び起こしていますこれにより、ポテトは個人の思考を超えた社会的な象徴としての役割を果たすようになっているのです。特に若者層にとって、マクドナルドのポテトはトレンドに敏感な象徴であり、それを手にすることで、彼らは自らのスタイルや価値観を表現しているといえるでしょう。また、ポテトの人気は、日本独自の食文化との調和も一因です。 日本人は米を主食とする一方で洋風のスナックにも親しんでいます特にポテトは洋食としての地位を確立しながらも日本の食文化に巧みに取り入れられており日常の食事に溶け込んでいますさらにポテトは家庭でも作りやすい料理であり子供から大人まで幅広い層に親しまれていますこれによりマクドナルドのポテトは家庭の味と外食の楽しみを同時に提供する 特別な存在としてて位置づけられているのです一方で、マクドナルドのポテトが抱える問題点についても考えてみる必要があります。近年、健康志向が高まる中で、ファーストフードに対する批判も少なくありません。特に、ポテトの高カロリーと高脂肪は、健康への影響が懸念されています。こうした中で、マクドナルドは、消費者の健康を考慮したメニューの提供や、 栄養情報の透明化を進める必要がありますしかしこうした懸念がある一方でマクドナルドのポテトは玉のご褒美としての位置づけを維持しています消費者は日常の忙しさやストレスから解放される一瞬としてポテトを楽しんでいるのですこのご褒美としての側面がポテトの持つ魅力をさらに高めているといえるでしょう マクドナルドのポテトが私たちに与える影響について考えてみましょう。それは、単なる食べ物以上のものです。それは、私たちの日常に寄り添い、思い出や感情、そして社会とのつながりを提供してくれる存在です。私たちがポテトを手にするとき、それは単にお腹を満たすための行動ではなく、過去の思い出を呼び起こし、未来への期待を膨らませる瞬間でもあります。 ポテトを囲んで語り合う時間は、私たちにとって何者にも飼えがたい大切なひとときであり、そこには食べ物を超えた豊かな意味が込められているのです。こうして、マクドナルドのポテトが持つ魅力を改めて考えてみると、その背後には多くの要素が複雑に絡み合っていることがわかります。味覚的な満足感、文化的な象徴、社会的なつながり、そして個人的な思い出。これらすべてが合わさって、 私たちはポテトに魅了され続けているのです。そして、こうした要素があるからこそ、マクドナルドのポテトは今後も多くの人々に愛され続けるでしょう。私たちは今後も、ポテトを通じて自分自身や社会とのつながりを再確認し、その中で新たな物語を紡いでいくことでしょう。あなたは次にマクドナルドのポテトを手にするとき、どんな思い出や感情がよみがえりますか。そして、 それはどのようにあなたの日常に影響を与えるのでしょうか。そして、視聴者や消費者がこの CM から何を感じ、どのように反応するのか、それがブランド全体にどのような影響を与えるのかを考えることが求められる。これは、企業がどのようにして消費者とのつながりを深め、長期的な関係を築くかを考える上で、非常に重要な視点である。マクドナルドの次なる一手に期待しつつ、私たち自身もまた、 消費者としてどのような価値を求め、どのようにそれに依られていくのかを考えるべき時期に来ているのかもしれない。また、この CM が放送された背景には、マクドナルドの長年にわたるブランド構築の努力がある。消費者はマクドナルドに対して、手軽さ、親しみやすさ、楽しさといったイメージを抱いており、このイメージが今回の CM と自然に結びついている。特に日本では、 マクドナルドは子供から大人まで幅広い層に愛されており、ファミリーレストランとしての地位を確立している。これにより、家族や友人と一緒に楽しむシーンが描かれた今回の CM は、多くの視聴者に共感され、さらにブランドへの忠誠心を強める結果となっている。さらに、CM での乾杯という行為には、単なるポテトのシェアを超えた意味が込められている。これは、人々が一緒に集まり、 共有の時間を楽しむという、古くからある人間の基本的な欲求を象徴している。マクドナルドは、このような、つながりの象徴を CM に取り入れることで、視聴者に、マクドナルドは人々をつなぐ場所だ、というメッセージを強く訴求している。これにより、ただのファストフードチェーンではなく、社会的な役割を果たす場所としての認識を消費者に植え付けているのである。そして、この、つながりをテーマにした CM は、 現代社会の中でますます重要性を増している。特に、コロナ禍を経て人々の生活スタイルが大きく変わった中で、マクドナルドは、安全に、そして手軽に楽しめる場所としての役割を再確認している。自宅での時間が増えたことで、外食の機会が減少している一方で、デリバリーやテイクアウトの需要が急増している。マクドナルドはこのニーズに応えるために、CM を通じて、 家でも楽しめるマック体験を提案し消費者の新しい生活様式にフィットするブランドとしての地位を確立している。